ココンモンスト物語第24話カルナ。昔のモンスト豪絶2種類目のクエストカルナ。カルナで新しく登場したギミックはこの混乱。友情コンボの起動と発動ができなくなり、さらに味方に触れるとダメージも与えてしまう。クエストの流れとしてはクロスドクロを持つ雑魚を処理して中ボスの防御をダウン。スムーズな雑魚処理から突破していきたいね。今のモンストヤッホー豪絶薬毛です。ワンパン愛する LNL、 カルちゃん蹴散らす覚悟は良くて呼んだらどうかな、ノアの箱舟。てかさっき解説聞いたんですけど、倒すのに2手かかるって本当ですか？落雷時差ルミナスレイ、危ない一撃食らわすぜ。昔のモンスト。カルナのボス戦は雑魚処理をすることでカルナが覚醒。その後に弱点が出現し、ようやくまともにダメージが与えられる。ただ覚醒後も弱点を殴らないとボスの HP がなかなか削れないし、何より混乱も相まって火ダメの管理が難しい。加速を生かしつつ自傷に気をつけながらうまく削っていきたいね。今のモンストは SS も溜まって配置もしてあって準備万端って感じだね。泣くなよカルナ、泣くんじゃねえ。火属性でそいつにワンパンされた哀れなやつもいるんだから。